わない非フッ素系材料を使ってる。とにかくシンプル、軽い、シーズンが長い、落ちてもないし上がってもないっていうことなんですね。はい、本日ですね、アークテリクスの新ゴアテックスで作られたベータジャケットをご紹介していきたいなと思いますということなんですけども、正式名称はですね、ベータライトウェイトジャケットっていう名前のジャケットを購入させていただきました。でこれをねちょっと開けてはいきたいんですけども、なんとなんとなんとですね、新ゴアテックスが今回採用されてるんだよっていうところが、まあ、注目のポイントにはなってくるわけなんですけども、はいはいはい、なるほど、こんな感じですね。近くで見てみましょうか。アークテリクスのロゴがあって、いつも通り最近は同じですね、フードのところにもアークテリクスってロゴが入ってあって、特に後ろは何もないっていうような感じで、これねベータジャケット2024年バージョンとそこまでの違いないかなと思うんですよ。これもベータジャケットでロゴがあって、まあ、フードがあってにロゴが入ってて、後ろは何もないと。あれ、タグもなくなってんねや。これベータジャケットの時はね、こういうゴアテックスのタグあったんですよ。ゴアテックス博士を認証するタグね、なくなってますね。ないんかな。あ、中にあるんか。中にありました。で早速着ていくわけなんですけど、やっぱり違いがあるんですよ。これパッと見一緒でしょ。何が違うって話だけど、まあまあ違いがあるので、そんなん見ていきましょう。こちらベータライトウェイトジャケットに関してはですね、これサイズが M サイズで着用しておりますので、身長178センチ、体重が今65キロということで、かなり減量が進んでおります。たまに街中とかで見かけてもらった時、タクゾさんもでかいですねって言われるんですけども、別にでかくないです。178は178です。変わりようもない、ちっちゃくも大きくもないって感じなんですけど、178、まあそう言っていただいてありがたいなと思うんですけども、関係ないでちょっと話戻しますね。ベータジャケットっていうことなんですけど、ベータライトウェイトジャケットとベータジャケットがまずそもそも何が違うんかっていうところなんですけど、お値段が違います。なんとお値段こちら84,700円ということで、ちょっとやめとこうかな、動画閉じようか。ではなくてですね、この新ゴアテックスっていうのがどうなっていくか、そしてアークテリウスが間違いなく来年も値上げしてくるであろうという証拠がありますので、最後までそういうところを見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、このベータライトジャケットをパッて見てもらった感じなんですけども、着た感じの感想いきましょうか。着た感じの感想、ちょっと正直に言わせてください。正直に言うと、いつもと変わらん。何が違うの？いつもって言っても、このベータジャケット以外にもですね、こちらにですね、ベータジャケット旧モデル、そしてベータ LT っていうモデルがあったりとかして、 M サイズで買ってるわけなんですよ。それと何が違うんですか、タクゾーさんって言って、こう目を丸くして見ていただいてる動画の前のあなた、何も違いはない。着た感じの違いわからない。だけども、まあ違いがあるんですよ。ではね、ベータジャケットがいくらなんかっていうことなんですけど、これがね 68,200円なんですよ。でそれぞれ2024年に出たモデル、だからもう今年出たばっかりのモデルで、ベータライトウェイトジャケット、これに関しては3月に出たんですよね。でこっちの方は4月に出てるんですよ。でベータジャケットに関しては別に去年からあったんやけども、今年は今年バージョンで出たっていうことなんですね。でその新ゴアテックスがどう僕らに関わってくるの、すごい防水性が上がったとか、すごい透湿性が上がったとか、すごい何が上がったとかっていう話じゃなくて、そういうところをね紐解いていこうじゃないかということで、よく分からへん言葉でフッ素系なんとかでごまかされへんよと、もう僕らは分かってるんだよっていうことがね、僕の視聴者さんやと思いますので、見ていきたいなと思います。これ誰でも分かるところからいきましょう。分かるところっていうのは何かというと、このベータジャケットの方が少しヘビー感がある。一応これがベースなんですよ。ベータジャケットがベースで、このベータライトウェイトジャケットっていうのが何なんかっていうと、ライトって言ってることから、このベータジャケットより軽くなってるんですね。ライトって要は軽量級とか軽いって意味だと思うんですけど、まあ軽くなってますよっていうことなんですよ。でまあ何とどういうところが軽くなってんのっていう話になったら、もうこれがね多分一番比較すると分かりやすいんですけども、見た感じは分からないですけど、生地の重みなんですよ。生地の重みがこっちが80デニールっていう重みです。でこっち側が、僕今着てる方が40デニール、ライトウェイトジャケットが40デニールなんですね。でこの違いっていうのはどうやったら分かるかっていうと、奥さんのストッキングデニールなんですよ。すみません、今ちょっとヤンキーが通りますけども、奥さんのデニールなんで、デニールが数字が高くなればなるほど真っ黒、要は透けなくなる、それだけ分厚くなってくるよっていうことなんですね。例えば20デニールとか10デニールとかになってきたら、めちゃくちゃ地肌が見えてくるんですよ。まあ、そういうのが好きとか嫌いとかっていう、そういう趣味の話をちょっと一回置いといて、そういう風にすると、あ、じゃあ生地が重いってことは分厚いよね、要は80の方が分厚いよね、でこの40の方が薄いよね、まあ、そういうことが分かるじゃないですか。ってなった時に、これが軽量級であるというゆえんなんですね。なので重量が軽くなってるんですよ。で重量がこのベータジャケット、ちょっと後でも来ますけども、はっきりとも違いない。ベータジャケットの方に関しては395g っていう重さなんですよ。分かりやすく言ったら、エアホース硬さ方より軽い、だからめっちゃ軽いですよ。でこっち側が 340g なんですね。その差 55g になってますので、まあ、普段の日常でそこまで違いっていうのはないんですけど、例えば旅行行かれる際とかでキャリー
ケースとかに入れる時のたった 50g のあの微妙な駆け引きね、 50g とか 100g 軽かったらいけんのにとかっていうのってあるじゃないですか、海外旅行行く時とか。そういう時とかにすごい役立ったり、まあ、登山の時に役立ったりはすると思うんですけども、そういう違いがあるよっていうのがまあ分かりやすいところで、新ゴアテックスなんですよね。これがちょっとゴアテックス博士喋ってよと。結論から先言いますね、全く一緒。何のこと言ってんの、これ違うって言ってたやん。そうなんですけども、このベータジャケットとベータライトウェイトジャケットに関しては全く一緒です。はい、入れました。タクゾーお前嘘ついてるって言われるところなんですけども、実はこの3月にさっきこれが出たんですね。で、このジャケットが出た時っていう時に初めてこの新ゴアテックスが採用されたんですけど、このベータジャケットは4月に出てるんですよ。だから先にもこっちが新ゴアテックス採用されて、で、こっちの今年モデルも採用されてるわけなんですよ。だから昨年までのゴアテックスモデルと比べると新しいゴアテックスモデルになったんですよ。で、その違いを今から喋っていくので、今年ゴアテックスモデル買った方はベータライトウェイトもベータジャケットも全く同じゴアテックスなんで、その辺の違いっていうのはもうないと思ってもらったら大丈夫かなと思います。ただ2023年までのモデルに関しては違いがあります。で、それがどういうことなのかというと、まあ、こっちがね過去のモデルなんですよ。で、過去のモデルっていうのはよく商品ページとか見てはる方ってご存知かもしれないんですけども、フッ素系っていうのが使われてたんですね、素材で。で、これ見てもらうと分かる通り、ゴアテックスってこの生地の話じゃないんですよ。この3枚重ねられる真ん中のフィルムっていうか、この真ん中の生地のメンブレンの話をしてるんですね。で、この生地にフッ素っていう素材が使われてましたよっていうのが EPTFE っていう名前なんですけど、それは要はフッ素系の材料が使われてますっていうことやったんですよ。で、それが2024年モデルからアークテリクスは EPE っていうフッ素を使わない非フッ素系材料を使ってるっていうことなんです。で、そのフッ素を使う使わへんっていうことによって僕らにどんなメリットがあるんかっていうと、特に僕らに対してもないんですよ。ただ環境、二酸化炭素の排出量が少ないとか、その環境にしっかり保護してますよっていうところが今後持続可能なブランド会社としての社会貢献になってるっていうことなんで、アークテリクスとか、まあ、ゴアテックスがそういう社会貢献を目指してやってるっていうところが新ゴアテックスになってるんですよ。だからゴアテックスの採用基準とか、その防水のその強さとかっていうのはもちろん今まで通り検査はされてるんですけども、具体的な数値が出てなくて、一言書いてることとしては変わらないとしか書いてないんですよ。だから落ちてもないし上がってもないっていうことなんですね。で、もっと言うと、化学薬品とか化学素材を使えば使うほど性能って上がりやすいんですけど、それを使わないってなってくるとやっぱり性能って落ちやすくなるんですけど、それを変わらないところで維持してるよっていうところで着地したみたいなんですね。だからもしこれが劇的に変わってたとて、さっきみたいにサンドイッチされてたんですか、この真ん中の具が変わってたって僕ら触りようないんですよ。で、この表の生地を剥がしてメンブレンだけ触ったりしたら多少違いとかって分かるかもしれんけども、そんなことありえへんじゃないですか。だからこの当たってる、肌に当たってる裏地の部分にしても、この表地の部分にしても、これはナイロンなんですよ。だから僕らにとって着心地がすごい上がりました、すごいなんか肌触りがいいです、そんなこと言ったら嘘なんですよ。まあ、もしかしたら伸びやすいとか少しこうストレッチが効くっていう可能性はあるけども、それは表地と裏地にストレッチを効かしたら、まあ伸びるっちゃ伸びる話やし、直接肌に当たってないから恩恵を受けれないんですよね。だから新ゴアテックスといえども環境に配慮されて EPE になったんだな。 EPE って何？非フッ素系材料を使ってる。へえ、それってどういうことがあるの？環境にええらしいで。あ、そうなんや。それだけでいいんですよ。それ以上のことって特にないんですよね。なので、まあ、ちょっと着てみるんですけど、はい、まあ、こんな感じですね。まあ、素材的にはもうほぼほぼ違いがないので、まあ、ちょっと硬さが違うというか、やっぱ厚みが違う分、張り腰がある、生地に張り腰があるなっていうような印象はあるんですけども、まあ、だからって言って、石肘曲げづらいとか、そういうのはもう全くないので、言うたって80デニールですから、あの、ノースフェイスのラオジャケットが150デニールやから、それ考えたら、まあ、全然そんな80やったら動きづらいとかはないんですけど、まあ、そんな感じになってますね。だから、シンゴアテックスって聞くと、すごい性能が上がったと思うんですけど、まあそうじゃないよ。まあこれはアークテリクスがやってる話じゃなくて、ゴア社がやってるゴアテックスっていう製品の話なんで、アークテリクスとはちょっと関係がない話なんですよ。アークはアークで新しい取り組みしてるんですよ。だから値段が多分来年上がるんですよ。で、それ何なんかっていうと、2025年からフェアトレードを成立させるって明言してるんですね。で、2025年までって言ってるから、もしかしたら今年かもしれんし、もしかしたら来年かもしれんし、それは分からないんですけど、そのフェアトレードを実施する、これなんか聞いたことあるなと。そうや、パタゴニア言っとったわって感じなんですか。パタゴニアフェアトレードしてるんですけど、フェアトレードとかもちゃんと承認を受けないといけないんですね。自分らが勝手にやってるから、はい、僕フェアトレードですとか、あと僕オーガニックですとかって適当に言えないんですよ。だから僕も製品とか作ってるんですけど、オーガニック一つ歌うでもめちゃくちゃ大変なんですよね。で、それをやるってことはどういうことかというと、今までフェアトレードはしてなかったわけじゃないですか。おそらくそれにかかる費用とか申請費用、もしくは工場とのフェアなトレードをするから工賃が上がってくるっていうのも全然考えられるので、って考
考えたら結果商品の上代も上がってくるよねっていうのが予想されるわけなんですね。だから2025年ぐらいから、まあ、値段が上がるんじゃないかな。なんでなんかって言われたらフェアトレードを開始するっていうのも明言してるし、まあ、もちろん材料の高騰もあるし、世界的にも今あの経済的に伸びてるからよりこう価格は伸びていくんじゃないかなっていうふうには思います。だからデメリットは基本ないんですよ。ベータ系のジャケットってもう完成してるからもうこれ以上のものって言うたらないじゃないですか。だから僕今マウンテンパーカーで何がおすすめなんですかって言われた時に、まあ、もちろんラオージャケットはもう殿堂入りしたんで、殿堂入りしたとして考えたとしたらやっぱりベータちゃいますとは言うんですよね。でベータジャケットがなんで一番いいかっていうと、とにかくシンプルで軽いでシーズンが長いっていうところで、シンプルやからどんな洋服とも合わせる。これでパンツ黒でもいいし白でもいいしグレーでもいいしデニムでもいいし何でもいけるし、でもっと言うとスポーツ系に寄せてもいけるし、でそれでいて軽いから旅行の時も使えるし、もちろん日常も使える。で着れるシーズンが長いから裏地がついてへんっていうだけで真夏以外に全部いけるんですよ。冬場じゃどうすんのって言ったら、冬場はインナーダウンとか着るんです。インナーダウンとか着たりすると寒くないんですよ。いやほんまかいなんて、こんな薄いベラベラのとこにインナーダウン着ただけで寒くないのって言うんやけども、これでしっかりね風をガードするんですよ。で風をガードして、要は家でいうとこの壁ですよね、壁を作って、で中のインナーダウンで暖炉を取ってるっていう状態なんで、もう物理的にっていうか原理的に冬でもいけるし、もちろん春夏とかやったら T シャツの上にパッて着るっていう、まあ今みたいな感じで着るっていうのも全然問題ないので、もう完成されてるんですね。だからマウンテンパーカーとしてはもうベータジャケットがまあ結構仕上がってきてるんじゃないかなっていうところで思います。で、まあ、ただ値段の問題がありますよね。だから元々のこのベータジャケットが 68,200円でしょ。でこれが84,700円から値段が高いっていうところはもちろんあるんですけども、まあ、その分完成はされてるますよねと。だって毎年アップデートしてるから、ノースフェイスの場合って毎年改善ってあんまないんですよ。だからそういうところで言うと値段は毎年高くなってんだけども、毎年悪いところをなくしてきてるっていうところがこのアークテリクスの強さなんですよ。なので今回のおすすめの人としては、このベータジャケットを持ってない人であったりとか買えなかった人とかっていうのはおすすめかなと思いますし、あとまあ軽いのがいいなっていう人はいいんじゃないかなと思います。あとまあそれがいいやったら値段上がる、もう絶対値段上がるから、それやったら一番安い時いつですかってあのハイブランドとかで聞いてみてください。グッチとか言ってね、これって安くなることあります？今後って言ったら、今が一番安いです絶対言われるんですよ。ビトンとか言っても、これってやっぱ値段上がってますよね、今が一番安いです、売り文句のように言われるんですけど、ほんまそんな感じ、絶対今が一番安いから、こっから下がることってまあないじゃないですかって考えたら、今回紹介したベタライトが84,700円、おお、お小遣い3ヶ月分かって思うんやけども、それが最も安いですよと。来年になってお小遣い4ヶ月分とか5ヶ月分とか値段上がって、うわあの時買っといたよかったなって言っても、もう後の祭りですよと。まあ中とかもこんな感じですね、ほぼほぼ違いないね。これがベータジャケット、これがベータライトベータジャケットっていう感じなんで、まあ男にはね決めなきゃいけない時があるんですよ。だからずっとずっと迷ってうじうじしてる場合じゃなくてね、もう決めるっていう時が必ず決断の時っていうのが来るので、買わないんだったら買わないって決める、買うんやったら買うって決める、もうそういう風にしてね、ベータジャケットね一度考えてみられるのもいかがかなと思います。まあそうは言ってんねんけども、いつも言ってるけども、こんだけ言った上でアークテリクスさんから1円ももらってないっていうね。そしてたまに視聴者さんからアークテリクス拓蔵さんの見てあの好きになりました、ありがとうございますってあの感謝されることがあったとしても、アークテリクスさんから感謝されることは一回もないし、アークテリクスさんの店舗行った時にいつも、ありがとうございますって言われることもないんですけども、まあそれでもねこれから先も頑張って発信していきたいなということで、今回はですねアークテリクスのベータライトベータジャケットを紹介してみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。